北大子郎三人、1883年、明治16年3月23日から1959年、昭和34年12月21日は、日本の芸術家。本名は、北大子房さ郎。晩年まで、天国家、画家、陶芸家、書道家、室芸家、料理家、美食家などの様々な顔を持っていた。1883年、両親は、 京都府あたご郡上鴨村上鴨に、上鴨神社の社家北王子清美三を登る女の次男として生まれる。氏族の家柄だったものの生活は貧しく、その上半世紀放課2年後の明治4年に、今まで保障されてきた、放禄制と世襲制が廃止されたため混乱期にあった。父、清美三は、東京に職を求めたり京都に戻ったりという生活をしていたが、 ふさじろうが生まれる4ヶ月前に自殺する。母、のぼる女は、滋賀県滋賀郡坂本村の農家に、ふさじろうを預け失踪する。しかし、家でふさじろうは、放置状態にあり、預けた1週間後、この農家を紹介した巡査の妻が再び連れて帰る。出生から5ヶ月後の明治16年9月6日、巡査の服部家の戸籍に入り、服部ト次ふさじろうとなる。 しかしこの2ヶ月前の7月2日に、服部巡査が行方不明になる。同年秋に、巡査の妻が病死し、この二人の養子の夫婦が、義理の弟である、幼い房次郎の面倒を見ることになる。3歳の春、上賀茂神社の東側に広がる、神宮寺山を、洋姉に連れられて散歩をしているとき、ふ郎に永遠の記憶を残す、真っ赤な筒ツツジの先競う光景を見る。 房さ郎はこの激しい色彩の渦を見て、美の究極を感じ、自分は美と共に生きようと決心したという。その頃義経に精神異常が出て、その後死亡。1887年頃房さ郎ろ4、5歳の時に、義子は房さ郎と息子を連れて実家に身を寄せる。この家で房さ郎は義子の母から激しい虐待を受ける。2、3ヶ月後、 これを見かねた近所の人が、上京区、竹山地の木藩市、福田武氏作り、ふさ夫人のところへ養子話を持ちかける。こうしてふさ次郎は1889年6月22日、福田ふさ次郎となり、以後33歳までの約27年間、福田生を名乗ることとなる。福田家では6歳の頃から水地を買って出る。水事の中でふさ次郎は、 味覚と料理の基本を学んでいく。10歳の時に、梅屋人城小学校を卒業。春には、京都、唐島二条のちさ川役屋に、デッチ奉公へ住み込みで出される。ある日、奉公先の使い走りの最中、お池油の工事にシ入ル森の木町にある仕出し料理屋、亀製の安ど看板を見て、そこに描かれた一筆書きの亀の絵と書かれた字に心を奪われる。 その絵を描いたのは、亀生の主人の長男での地に、京都が断層水として、定点分点に君臨することになる、竹内製法であった。彼に会ったことで絵に対する、好奇心と情熱は一気に高められた。1896年1月方向をやめ、養父母に、画学校の進学を頼み込むが、家計的な問題もあり断念。養父の木版の手伝いはじめ、 変額や天国など後に誘約することになる分野の基礎的な感覚を身につけていく。他方、一次書の書道コンクールで初の応募ながら何万の出展作品の中から天の暗い一枚、地の暗い一枚、佳作一枚受賞する。以後彼は応募を続け次々と受賞していく。十四、五歳の彼は稼いだ賞金で絵筆を絵画流で絵を描き始める。この頃、 西洋看板に描きとしても活躍する。20歳の時、縫い白屋の主人が房次郎のいとこと名乗って現れる。彼により、母の所在を知る。実の母の居所が分かり、東京に会いに行ったものの受け入れられず、そのまま東京に残り初夏になることを志す。1904年、日本美術協会主催の美術展覧会に出品した戦時文が、 北条伊藤二席を受賞し当角を表す。二十一歳での受賞は前代未聞の快挙であった。この展覧会では福田海佐と合した。その後住み込みで半下高きの仕事を始める。この頃実母と女との関係も良くなっていく。1905年、町初下、岡本家庭のうち弟子となりその後三年間住み込む。そこでは福田海津、 のの号を授かりりに家庭よりも仕事の発注が増えていくやがて帝国生命保険会社に文書係として出向するようになる。1907年、福田鴨もを名乗って家庭の門から独立する。翌年2月17日、結婚。その年の夏に長男が誕生。仕事は繁盛し、稼いだ収入を書道具、骨董品、外食に注ぎ込むようになる。 また合間には書士に出かけて、絵帳や拓本などの転籍を求め、夜は読書と研究に没頭した。1910年12月、実母と共に、朝鮮に旅立つ。母を、慶城の兄のところへ送り届けた、朝鮮内を旅し3ヶ月後、朝鮮総督府警留院札局に書記として、勤め3年ほど生活する。1911年3月日本に残した妻に、 第2子が誕生。形状滞在1年弱で、上海に向かい書家、画家、天国家として、東大一と名の高かったご小席に合う。1912年夏に帰国。書道教室を開く。半年後、長浜の祖宝家、川地と良吉に触覚として招かれ、書や天国の制作に打ち込む環境を提供された。ここでふさ郎は、 福田大官の号で小蘭亭の天井がやふすまえ、天国など数々の傑作を当地に残している。そして敬愛する竹内聖鳳がしばしば訪れる芝家の触覚になることが叶い、訪れた聖鳳に会員を掘らせてもらうよう願い出る。その会員を気に入った聖鳳が門下の土砂漠船らに紹介したことで、日本画団の巨匠らとの交わりが始まり、なお高めていくことになった。 1915年には、金沢の細野燕台のもとに帰住し、美食や陶芸への関心を啓発された。1916年、3年前に長男である、房次郎の兄が他界したことにより、母の当女から家督相続を壊れ、北王子生を継いで、北王寺郎教と名乗る。そして北王寺郎三人の号を使い始める。その後も、長浜をはじめ教と、 金沢の祖宝家の触覚として点々と生活することで食器と美食に対する見識を深めていった。また内木清兵衛と彼の別荘である松ヶ崎山荘で交流も深めていき、料理に目覚めていった。1917年、便利道の中村武四郎と知り合い交流を深め、その後、古美術店の大宮美道を共同経営することになる。大河堂では、 小美術品の陶器に高級食材を使った料理を常連客に出すようになり、1921年、海園製食堂美食クラブを発足。自ら厨房に立ち料理を振る舞う一方、使用する食器を自ら創作していた。1925年3月20日には、東京、長田町の星川笠佐を中村と共に借り受け、中村が社長、路産人が顧問となり、 開園性高級料亭を始めた。1927年には、宮永東山洋から荒川豊蔵を鎌倉山崎に招き、露山寺に洋芸研究所、星ヶ丘洋を設立して、本格的な作闘活動を開始する。1928年には、日本橋三越にて星、星ヶ丘洋、露山人陶磁器店を行う。1930年、畑秀夫と出会う。 意気投合し、畑秀を星がの呂山人の横暴さや出費の多さから、1936年、星川笠寮の経営者、中村武四郎からの内容証明郵便で、解雇通知を言い渡され、笠山人は、星川笠寮を追放、同笠寮は1945年の空襲により、消失した。戦後は、 経済的に困窮し不遇な生活を過ごすが、1946年には、銀座に自作の直売店、角角美房を開店し、在日欧米人からも好評を博す。また、1951年に結婚した、伊佐グ口、山口と子夫妻を一時星が丘用に寄遇させた。1954年に、ロックフェラー財団の将兵で、欧米各地で、 展覧会と講演会が開催され、その際に、パブロ・ピカソ、マルク・シャガールを訪問。1955年には、オリベヤキの重要無形文化財保持者に指定されるも、事態。1959年に緩急中による、観光編のため、横浜医科大学病院で死去。1998年、管理人の放火と昇進自殺により、ロサン人の終わりの住みであった。 星が丘用内の家屋が消失した。ロサンジ人は母の不定によりできた子で、それを意んだ父は滑腹自殺を遂げた。生後すぐ里と後に出され六歳で、服だけに落ち着くまで洋化を転々とした。この羊にまつわる鬱屈は終生払われることはなく、また、ロサンジ人の人格形成に新人な影響を及ぼした。六度の結婚はすべて破綻、二人の男児は溶接した。 娘を溺愛したものの、長じて、ロサンジ人の骨董を持ち出したことから激怒して、感動、最晩年に至っても、ロサンジ人の病床に呼ぶことすら許さなかった。その一方、家庭の温かみに飢えていたロサンジ人は、ラジオやテレビのホームドラマの何気ない会話、微笑ましい場面によく肩を震わせ涙を流して、お越したという。美食家として、名を馳せた露産人は、 見た目の美しさを重視する傾向にあるフランス料理に、対しても厳しく、と普通のサインに訪れたかも料理店、トゥール・ダルジャンで、ソースが合わないと味そのものを評価し、自ら持参したわさび醤油で食べたこともあった。また、使ったわさびは、粉わさびだった。常に抗眼、不尊、見解、虚栄などの悪評が付きまとい、独絶でも有名で、龍宗義、梅原龍三郎ブロ 横山大官、小林秀夫といった戦前を代表する芸術家、批評家から世界的画家、ピカソまでを模様者なく罵倒した。この傲慢な態度と物言いがたたり、1936年に星が丘さりょうから追放されてしまう。逆にその手に意味法ぶりは、国宮国彦を吉田茂などから愛されもした。気難しい人物で晩年。 ロサン人の家で働いていた手伝い曰く、風呂から上がると、決まった時間に、キンキンに冷えたビールが、さっと出てこないと満足できない方だった。それができずに叱られ、辞めていったお手伝いさんを何人も見たとのこと。阪急電鉄の創業者、小林十三は、阪急百貨店でロサン人の個展を開いていた。その折、小林は、ロサン人に対して、 少しでも安く売るようにしてほしいと伝える内容の文章を同百貨店の美術誌に掲載した。これに対しロサン人は1943年10月19日付で小林に宛てた手紙でこれが高いと言われるのは不愉快だと反論し、さらに同月17日にはその美術誌編集者を小林が気に入っていることが不思議だと小林自身に対しても批判した上、 天台会中止を申し出た。ありがとうございます。